こんにちは、春です。今回はレコード大賞の受賞者と紅白の出場歌手がそれぞれ、本日発表になったので、そのラインナップを見ていろいろ話していこうと思います。すでにこちら見てもらっているのがレコード大賞の各賞の受賞者になりますね。一番ね、主要な賞なのは優秀作品賞ですね。この中から、1曲が最優秀に選ばれるということで、毎年ある程度注目されているかなというふうに思います。まず大前提として、僕は歌番組も結構たくさん見てる方ですけど、レコード大賞も紅白も、正直もう何の価値もないと言っていいと思ってます。一応僕もレコ大も紅白もほぼ毎年のようにチェックはしてます。そして今回レコ大本日発表になって、結構ねファンの間で話題になってるのは、優秀作品の中に坂道グループ、乃木坂、桜坂、日向坂、この3組が、どこも、選ばれてないっていうのが少し話題になってますね。あとは AKB もそうですかね。でも去年とかはこの4組とも受賞になってたんですかね。はっきりとはちょっと覚えてないですけど、確かそうだったと思います。そのね AKB を含めた4組が、一斉にね今年選ばれてないっていうのでね、ちょっとショックを受けてるファンの人もいますね。僕も乃木坂を中心に坂道は結構好きなんですけれども、ただねレコ大に選ばれなかったからといって、全く落ち込む必要はないのかなとも思うし、純粋な選定をするのであれば、今年坂道3組ともヒット曲なんて出てないし、シングル曲も正直僕から言わせると、ろくな曲出してないんですよね。強いて言うならば桜坂のさみだれっていう曲が僕は比較的いい曲かなとは思ってますけど、なので3組とも選ばれないのは別に自然なことかなとも思うし、 AKB に関して言うと、もう5年以上前に、多分この5年間ぐらいもずっと毎年選ばれてるったと思うんですけど、もう5年以上前に選ばれなくなっても当然かなぐらい、もう人気って低迷してたので、よくね去年まで AKB ずっと出れれたなっていう風なふうには思いますね。優秀作品賞に選ばれてるラインナップを見ると、そこそこのねもちろんヒット曲が選ばれてるなというふうには思います。その順列はもう毎年選ばれてますけど、本当にヒットしてんのかっていう、おじいちゃんおばあちゃん世代は好きなんですかね、よくわからないですけど、であとここに選ばれるのって結局その当日にスタジオとかに来てもらうっていうのがほぼほぼ前提となってるんですよ。いくらヒット曲出してもそこに当日来てくれないアーティストっていうのは基本的に選ばれないっていう前提があるので、例えばこの中で言ってもヒゲダンなんて毎年選ばれてないですよね。ヒゲダンの今年のミックスナッツっていう曲なんかはすごくヒットしてるはずなんですけど、ここに選ばれないし、彼らも別にねレコ大なんて欲しくないですからね別に。なのでこういった受賞のラインナップを見た時に、なんでこの人選ばれてるのとか、逆にあの曲ヒットしたのになんであの人選ばれてないのって思うことあると思うんですけど、当日来てくれるっていう大前提をクリアした人しか選ばれないんですよ。なのでね、どの年見ても毎年あの曲が一番ヒットしたのになっていう人が来なかったりとかしますよね。米津玄師さんとかやっぱ来ないし、 VTR で出演とかはありましたけど、スタジオにわざわざ来ないですから、それは米津さんの曲とかも選ばれないですよね。優秀作品賞に選ばれてる10曲とかを見ると、普通に選べばどう考えても Ado さんの新時代が最優秀になること間違いないですよね。もうこれはもうここの10組っていうよりかは、今年のね日本で一番流行ったヒットした曲って間違いなく新時代ですからね。普通に選べばどう考えても最優秀賞は新時代ですよね。99% そうだと思うんですけど、そうでなかったら世界の終わりのハビットですかね。これもねダンス動画を中心にすごくヒットはしました。あと新人賞も確か最優秀賞が選ばれると思うんですけど、この4組の中だったら谷祐樹さんでしょうね。彼の曲はなんかすごくヒットしてると思うので、この4組の中だったら彼になると思います。レコード大賞は毎年生バンドで曲を披露されてたりするので、ああいった部分はTBS の歌番組ってやっぱ強いなとは思います。そこに一定の価値とかはあると思うんですけど、ただねこのレコード大賞っていうもの自体の価値はやっぱないですよね。レコードが終わって CD も終わって今配信の時代なのに、いまだにレコード大賞っていう番組名をね、そういった番組やってるっていうのがちょっとひどいですよね。
続いて紅白の出場歌手も先ほど本日17時に発表になったので、それがこちらになります。まず紅組からいくと、先ほども触れた坂道の3組のうち、乃木坂と日向坂の2組は選ばれました。そして桜坂の1組のみ落選っていうことですかね。これはさっきのレコ大みたいに3組同時に落選とかじゃなくて、1組だけ落選ということで、桜坂ファンの人はちょっとショックが大きいかもしれないですね。僕から言わせると日向坂も別に大した活躍してないので落選でもいいと思うし、乃木坂ももちろんそうなんですけど、やっぱりここに来てね、いろんなアイドルグループ、女性だったら坂道以外とか、男性だったらジャニーズ以外のそれぞれのアイドルグループが結構選ばれたりだとか活躍してきてるので、そういった方たちが選ばれると必然的に坂道とかから減ったりとかはしますね。今回でいうとイブとルセラフィムっていう2つのね、赤組が初登場の韓国のグループがいますから、こんだけ増えてくるとやっぱ坂道も当然1組ぐらいは減っていきますよね。少し前にイブの紅白内定の報道が出た時に、やっぱなんか結構ね、なんでそんな韓国のグループ出すんだみたいに、プチ炎上みたいにしてましたけど、ただ別に僕は出てもね当然かなというふうに思います。僕はイブにそんな興味もないし、どれだけ人気かっていうのもはっきりは把握してないですけれども、ただね、今本当に若い世代中心に大人気だっていうぐらいはやっぱ知ってるので、少なくともね、やっぱり坂道のグループとかより全然若い世代を中心に曲がヒットしてるんだろうなというふうに思います。もちろんね、単純に曲がヒットしたとかそれだけでね選ぶわけではないとは思うんですけれども、ただね、やっぱある程度ね、その曲がヒットしたかどうかっていうのを指標にする必要はあると思います。そうなった時にね、イブとかルセラフィムとか、そこら辺が入ってくるのは当然かなと思います。というより、この人の内定、この人が選ばれました、この人が選ばれなかったですみたいなのを、未だになんか結構過熱して話してる人たちとかいますけど、いや、そもそもなんでそんな紅白に対してみんな熱いんだろうっていうふうには思います。僕もこういった動画でね話しておきながら言うのもあれですけど、いや別に紅白なんて別にいつ終わってもいいし、誰が選ばれようが選ばれなかろうが別にいいと思うんですよね。なんでそんなに熱くなってるんだろうっていう、そんな熱くなってる人って毎年紅白見てんのっていうふうにちょっと疑問に思いますね。レコ大とか紅白で選ばれるメリットとかってほとんどないと思うんですけれども、ただ一つにあるとするならば、そのレコ大も紅白も結局おじさんたちが作ってる。で、テレビ業界全体もおじさんとかが作ってる。で、それをテレビで見るね、多くの視聴者層ってほとんどがおじさんおばさん。そういった中高年の世界の中で選ばれたら一つ箔がつくっていうのがあるし、選ばれなかったら箔が一個落ちるみたいな、そういったことはあると思うので、なのでそのアーティスト活動だけじゃなくてね、テレビのバラエティとか歌番組とか、そういったテレビ業界で活躍している例えばアイドルとか、そういった人たちにとってはその選ばれることのメリットっていうのは一つあるかもしれないですね。こう何年も連続で出てたのに選ばれなかったってなると、そのテレビ業界の中では、あ、なんかあの子たちも旬じゃないんじゃないかっていうふうに、そのテレビ業界のおじさんおばさんたちが認識してしまうから、今後テレビの仕事とかがちょっとオファーが減るみたいな、そういったことはあるかもしれないですね。なので逆に言うと、その音楽活動をメインにやってるようなバンドとか、アーティストなんかはその紅白に出ようが出まいがそんなん関係ないんですよ。で、そのファンの人たちもたまにね、なんか紅白出て嬉しいみたいに言うバンドのファンの人とかいるんですけど、ああいったのは僕全く理解できなくて、僕はSMAPが大好きで、女性グループとかも好きですけれども、他にもね好きなアーティストとかバンドとかいます。で、そういった人たちに紅白出てほしいななんて思ったこと一度もないですね。だって紅白に出ても歌う時間って 2,3 分しか与えられないですからね。そんなん出るぐらいだったら他の歌番組とか出てくれた方がすごく嬉しいし、2015年までSMAPは毎年のように紅白出てましたけど、その頃ですら僕別にSMAP紅白出なくてもいいなぐらいに思ってました。年越しのカウントダウンライブの方が20-30分スマップ歌わせてもらってましたし、 M ステとかも年末のスーパーライブの10分ぐらい歌わせてもらってたりしたんで、紅白でもねスマップ多少は長いですけど、それでもやっぱ 5-6分しか歌わせてもらえなかったので、そんなのに出るぐらいだったら他の歌番組の方がいいし、なんだったらスマップ単独でね、なんかこう特番みたいなのをやってくれた方がよっぽど嬉しいなっていうふうに思ってました。もちろんこうスマップがね
選ばれないってなったらスマップは落ち目だみたいなマスコミに書かれてしまうと思うので、それは嫌ですけれども、純粋にね、紅白に出てほしいって思ったこと一回もないですね。スマップも今でもね、新しい地図の3人とか、慎吾くん単独で紅白出てくれたら嬉しいっていうファンの人も多いです。で、僕も、出てくれたら嬉しいっちゃ嬉しいと思うんですけど、でもそんな無理にね出てほしいとも思わないし、純粋に3人の曲って正直ね全くヒットしてないから、別に選ばれなくても当然かなというふうに思ってます。なんか慎吾くんなんかはね NHK の歌番組にたくさん出てるから可能性あるんじゃないかっていうふうに言われてますけど、いや別に、慎吾くん出てくれたら嬉しいけど、別にそんな大喜びするほどでもないかなっていう、なんか僕の中でも紅白ってそれぐらいのものなので、なんかねありがたがるのって違うと思うんですよね。話を戻してまた赤組の方を見ていくと、歌さんはねアドさんっていうことでまた新時代を歌うんでしょうね。でそして結構スマップファンがまた荒れてしまいそうなのが工藤静香さんですね。今年多分ソロデビューのアニバーサリーイヤーなので、他の歌番組とかにも結構出てますけど、またこと紅白っていうことですね。でしかも一部報道でここみちゃんと共演するんじゃないかみたいに書かれてましたね。それが本当かどうかわからないですけど、紅白的になんか当日のサプライズで親子共演みたいな可能性とかはなんかありそうな気もしますよね。でそうなったらまたちょっと荒れるだろうなというふうに思うし、で工藤静香さんは選ばれること自体は別に100歩譲ってわかると思うんですよね。僕も工藤静香さん別に好きじゃないですけど、ただねやっぱ未だに歌声うまいし、なんかオーラみたいなものもあるので、それはわかるんですよね。このあとその篠原涼子さんもなぜか選ばれてるんですけど、篠原さんこそマジでわかんないですね。あのアニバーサリーイヤーなのかわからないですけど、25周年とかなんですかね。歌番組も結構見てても、最近で篠原さんが出てるとかマジで見たことないので、篠原涼子さんこそちょっとハテナマークですよね、なぜ選ばれたのか。それに比べたらまた工藤さんの方が、納得はできるかなと思います。ただここみちゃんと共演した時はね、なんか僕も見たくないかなっていうふうに思います。なんか世間一般的にはね盛り上がるのかなとは思うんですけど、ただ僕はこの工藤さんとかだけじゃなくて、なんかね身内売りとかが僕すごく嫌いなんですよね。それはこうジャニーズのねカウントダウンライブとか、ジャニーズもいろんなイベントとか見てても思うんですけど、なんかそんな別に 仲良ししなくていいじゃんって僕思うんですよね。いやそれぞれでさ、それぞれで活躍してなんかこう輝いていればいいじゃんって思うんですよね。なんか変に共演したりとか、なんかベタベタするのってなんか僕見ててダサいなっていう風に思うんですよね。なんか最近のねこうきちゃんとかここみちゃんがなんか木村くんの写真をインスタに上げたりとかありますけど、別にそんなアピールしなくていいじゃんって思うんですよね。他の赤組のラインナップ見てもあんまりねパッとするのもいないし、大鳥は誰になるんだろうなみたいなのありますけど、石川さゆりさんとかミーシャさんあたりとかになると思います。紅白もねここ 2,3 年ぐらいでさすがに視聴率どんどん下がってきてるので、その若い視聴者層を取り込みたいみたいにもうね5年10年前とかからずっと言われてきてますけど、実際どうなんですかね。若い人とかって別に紅白にそんな興味ないだろうし、自分の好きなアイドルとかが出ても結局 2,3 分しか歌わせてもらえないですからね。だからもう紅白ってやっぱいろんなもうどの層から見てももう価値があるとは思えないですね。で結局本当にねもう60代以上とかの中高齢者とかになってくると、多分もう生活習慣というか毎年の恒例だから、別に誰が歌ってようが誰が出ようが見る人は見るし見ない人は見ないし、で結局そこまでのね高齢者の人とかになると、結局何を見てるかも分かんないまま見てると思うんですよ。その聞いた直後の曲もうすぐ忘れてるとか、出てる人の名前全然知らないとか、それでも見てる人見てると思うので、なんか出場歌手とか本当どうでもいいんじゃないのかなというふうに思います。次に白組を見ていくと、まずジャニーズがね未だに6組も出てるっていうのがちょっと多いなっていうふうに思います。今年 JO1 とか BE:FIRST っていう、そういった他のボーイズグループも選ばれてるので、そんな中やっぱジャニーズ未だに6組選ばれるんだなっていうふうには驚きますかね。ジャニーズのね他の紅白に出たことないグループのファンの人とかは、なんかね紅白に出てほしいって思ってるファンの人も
いるのかもしれないですけど、まあ、それもね僕よく分かんなくて、いや紅白なんか出ても別にそんなあんま意味ないと思うんですよね。ジャニーズって別に出てなくても他のテレビのねお仕事いくらでももらえるし、その紅白よりジャニーズのカウントダウンライブの方がたくさん歌ってる姿とか見れるんで、うん、だから別に選ばれなかったからといってそんなに落ち込むこともないと思います。ジャニーズのね組数も、まあ、来年からちょっとずつ減っていくとは思います。まあ、キンプリは残念ながら多分今年で最後でね、来年以降も2人で活動はしていくみたいですけど、多分来年以降は出れない可能性が高いのかなと思います。2人でねすごく、曲をたくさん出すとかっていう感じもしない気もするので、可能性は低いでしょうかね。あとキンキが今年2回目っていう風になってますけど、去年とか出てないんですかね。今年は25周年のアニバーサリーイヤーだから出るってことでしょうから、多分来年からは、まあ、多分しばらく出ないんだろうなと思います。多分ジャニーズはね今後もスノーマン、ストーンズ、なにわ男子の3組とかは多分ずっと出続けていくんだと思います。若いファンとかが多いと思うので、まあ、この3組は固定かなっていうふうに思います。白組もまあなんか正直パッとした感じの人はもういないですよね。ヒゲダンがレコ隊には出ないんだけれども紅白に出るっていうのも、まあ、ここも一つ面白いところかもしれないですね。まだ紅白の方がなんだろうな価値が上みたいな感じなんでしょうかね。白組こそ鳥誰がやるんだろうって本当に分かんないですよね。なんかもうあんまパッとする人がいないというか、まあ、単純なヒット曲で言うとヒゲダンのミックスナッツなんでしょうけど、そんな若いバンドが鳥やるわけないので、まあ、福山さんとか星野さんとかゆずとかそのあたりなんですかね。あと紅白の今年のテーマがめちゃくちゃ僕ダサいなって思ってて、ラブ&ピースみんなでシェアなんですよね。そのみんなでシェアっていうのがなんだ本当ひどいなって僕思ってて、ラブ&ピースだけだったらまだいいと思うんですけど、いや愛と平和をみんなでシェアっていう、なんでこんなみんなでシェアっていうこんな軽々しいテーマにするんだろうっていうのはすごく思いますね。なんかその辺も本当紅白ダサいなってすごく思います。毎年ねテーマとか決めてるんですけど、まあ、24時間テレビもそうですけど別に毎年テーマ変えなくていいじゃないですかってすごく思うんですよ。そんなろくなテーマなんて考えられないから、なくていいのになってすごく思います。いや本当に今年のみんなでシェアはすごくダサいと思います。まあいろいろ話した上でね、まあこんだけ話しといて言うのもなんですけど、やっぱレコ大も紅白も僕はもういつ終わってもいいと思うし、こういったものが終わった方がねまた新しいいいものが生まれてくると思うので、なんかみんなでありがたがるのももうやめた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。